でも、タマちゃん、頭にデッドボールは当たってなかったら、どこまで打ったか分かんないね。そうだな。16年やって、だいぶ休んだもんね。あれ、58年の時ね、ホームランと打点と、そのままいけば2つ取ってたよ。で、1ヶ月後に門田がホームラン抜いたのよ。ここに柳田っていうピッチャーがいる。近鉄に。で、こう骨折して。それで、日本シリーズ間に合うかな、どうかなって言って、なんとか間に合って、優勝したんや。だからもう、ここデッドボール、ここデッドボール。もうここ骨折。だけどやっぱりオチみたいに、やっぱりこういういい逃し方とか見逃し方とか、やっぱり基本ができてたら怪我しないよ。デッドボールあんの？あるよ。骨折したことないだろ？骨折ある。どこ？ここ。あ、やっぱりここか。中日の野口にぶつけられた。どのぐらい？ 1 ヶ月？ 1ヶ月。あ、やっぱりな。いや、だけど、入団して57年入団。何年だろう。57年だかな。よ。西武が優勝した時、1回目、最初の。いや、西武の初年度。初年度。福岡から西武に移ったそ54の年年だのよ。ドラフ54年。ト。だから、トレードになった時。あ、じゃあ54年だよ。西武の1年目からでしょ。あ、そうかそうかそうか。で、54年入団。54年になるのかな。昭和54年。俺、西武来たの54年。50年？じゃあ54年になるのかな。それで、55、56、57年に優勝した。広がった。広岡さんの時に根本さんが3年間中やってね、開幕13連敗。それを言わないでいいんだよ。あの時は苦しいな、苦しかったな。野村さんもいたんだよ。知ってる。知ってる？野本さんがキャッチャーで俺ボソボソって言われたことある。あ、野村さんといえばさ、やっぱり落合がこう構えてて、後ろで何か言った。言った。何言った？お、おもういない前、からいいおけど。前が落合かっつっていうことだけ言われた。そんなに打席立ってないから。俺はね、阪神時代にオープン戦やるじゃない。何回か。そうすると、ああ、お前が六大学の田淵か。お前打たしてやるからな。まっすぐ狙っとけよって。なんて優しい選手かなと思って、野村さん。はいっつったらカーブ来た。俺、何やこれ、嘘つきと思ってさ。それからね、信用しなくなった。田淵さん、バッティングで目線ってどこにつけてた？例えばインサイドで目付けするとか、アウトコースに目付けするとかっていうことはなかった？あんまりインサイド目つけっていうことないから、デッドボールデッドが多ボールあったんだね。かった。俺はここだよ。俺はインサイドにしか目付けしてなかったから。だって当時の野球っていうのは、相手から頭いけーの時代だったからね。な、もうインサイド、アウトローっていうのがさ、主流でさ、で、今ね、デッドボール少ないでしょ。少ない。なぜかというと、昔はこう、こうだけど、今こうだから。ベースの中でこうやってるから。それとみんな選手が仲良くなりすぎちゃってる。俺たちさ、ベース上で喋ったら怒られたよ。そなあ。う。挨拶もするなって言われてね。今、お辞儀しとるもんな。俺ね、いい時はね、点で打つ。悪い時は線で打つ。ピッチャーが投げるやろ？それでこうやって来るなーって言って、こっからずっと見てるけど、調子いい時はボールに来る。ここを待ってる。線で引っ張ってくるときと点で捉えるときあったんだ。もう両方持ってた。調子いい時はもう、堀内のカーブやったらここに来るなっていうのを、ここに目付けしてた。だから、こういう風な打ち方、こうやって見て、あ、ここに落ちるなっていう感じ。そういう感じだったね。悪い時はね、線でこうやって、なぞるぐらいの気持ちでこうやって。
田淵さん点で捉えるって言ったでしょ、うん、俺は線で引っ張ってきてたからでしょうね、うん、そうでしょうね、うん、だからその線に合わせてそのバットが平行に、ね、あの出ていってそこで面がそうだから線で引っ張ってきてそこの点で打つっていう、うん、だからここまでボールを線で引っ張ってこないで点で打つっていうのは打ち方ではなかった。あ、分かる分かる、だから三冠王なんだよ、うん、アベレージもヒットも打てるし。俺が1年目入団した時に太陽フレーズの平松、うん、カミソリシュート、江夏の代打で1点負けてて、江夏の代打で出て俺がこうやって構えて上段に構えてたよ、こうやって、うん、耳の音がこうやってね、でキャッターもボール来てたよ、3球とも何じゃこれはこれはね、アマチュアとプロは違うなと思ったのが第一印象。だから俺平松と出会ってよかったんじゃない、生実家知らないやつでボーンって出てたら分かんなかった、うん、それからこう構えた、こんだけ落とした、それから次の試合にホームラン2本打って、落合はだってお前バットをよく振ったでしょ。いや、もう振ったよ、俺振らなかったんだもん振らない交代賞で、だから天才って言われるんじゃないですかだから俺豆できたことないんだよそれで野村さんに言われたんだよ、お前は長嶋型だって、俺は大型だって、何ですかって言ったら、長嶋はな、後楽園のカラスの前でな、鏡の前でこうやって振らないでな、よしこれだっつってホームラン打ってくるって、俺もそれ真似してやったらホームラン打ったんだよだからもうそれは落ちてくれたらね、そのやり方は交代賞じゃないと三冠王なんか取れねえ。だから今思えば落合と同じようなそばにいて見てて俺も真似してるだろうな。俺は王さんと長嶋さんの真似したのがきっかけだから、最初王さんの真似して足上げた、あなんであの人は足上げんの、まあ、飛び出したで、長嶋さんが後ろから構えてたら息遣いがものすごい荒いわけよ、こうやって。あとで長嶋さん、なんで息荒いんですかって言ったら、確かにピッチャーが投げるときはね、息を吸うんだよ、吸ってね、ここまで持ってきて、吸って打つときにはふーっと力を入れる、それを教わった。ああ、俺は逆のことを教わったけどね。どういうふうに？構えてるときに息を吐きなさいって。これで打つときに息を止めなさいって。ああ、止めなさいね、うん、分かる分かる。だから吸うっていう動作は一切なかった、うん、ああ、俺は意外とそれやったら、ああなるほどなっていう感じがしたよね、うん、でも今のバッターってこう構えてて足上げるとき手が上がってくるでしょ、うん、ああ、そんな上がんなかったけどね。昔のバッターってみんなここで足を引いてきたらヒッチしたでしょ。逆にこうね。そう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 。で、こうはしないよ。うん、こうはしなかったでしょ。しないしない。で、今のバッターみんなこうなるんだ。なんで？わかんない。俺たちはぐっと締まるじゃん。下がって、それで出ていくときには上がって、で、打ってくるっていうのがね、通常の動きなんだろうと思うんだけども。だから体がこう割れないっていう。ああ、うん。いや今本当割れないね、うん。こうやってピッチャーでさえこうやって割れるんだから、うん、バッターだって一緒に構えてて打つ時にこう貫主打法なんて最たるもんだよ。必ずこうヒッチしてっていうね。そうそう。だけどさ、いろんな性格いるじゃん。会う人も会わない人もいるわけじゃん。そう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 。だから俺も阪神と楽天でコーチしたけど、調整は絶対できなかったな。でもヒントを与えてやらなきゃ。ヒントはもちろん。いやそれで自分でどっちがやりやすいんだっていうようなことでやればいいんだろうけども、そうそうそう、うん、自分で選べばいいんだよ最後は。でも今の選手っていうのは打ってる人の真似をしたがるっていう、うん、だから何も考えてないっていうような感じなんだろうと思うけどね、うん、だからスランプになった時にどうするかっていうのは一つの手だよね、うん、
だから自分で作り上げたものっていうのは一生忘れないでしょ、うん、で人の聞いたことをここに置いてたらここから抜けちゃうことがあるじゃない。だからオチの言ったようにやっぱりこういうこれは俺たちはもう自分で作ったもんだと思うよ。でも昔のバッターっていうのは例えば自分たちがコーチになった時に構えたとこから打ちなさいっていう人が多いんだ。こうやって動かさないの。そうで、ここ誰も言わないの。ああ、じゃあこうやって微動だもせずに待ってるの。そうそう。リズム、タイミングどうやって取るの。だから肩で取るっていうことなんだろうと。だから最近インコース打つの前のいないのかね。でも俺なんかよくここにタオル巻いてね、よくやったよ、スイングするとき。あ、オチの1年目、山内さん。山内さん。山内さんの打法、教えてもらったことあるでしょ。あるある。俺、拒否した。なんで拒否するの。できませんから、もう教えないでくださいっつって。すごい性格してるね。ぶん殴られるのを覚悟で。プロに入って稼ぐのにさ、そんなこと言っちゃう、お前。出れないじゃん。だからほとんどキャンプっていうのは2軍暮らしだって。珍しい性格ですよ。ところがね、4年目5年目になったら山内さんから教わったこと全部自分が吸収してやってた。俺3年やったんだよ、阪神時代、コーチやってくれて山内さんな、うん、インサイドの打ち方、俺な何言ってるか全然分かんなかった。あ、俺も理解できなかったもん。そうだよな、普通そうだよな。バットをね、押すなんていう言葉ないやん。相撲さんじゃあるまいしさ、振るじゃん。あの人は押すんだって言うんだよ。その代わり、腰は早くひねって、肩は残して。で、まあ、バンカーショットよ。ゴルフで言えば。こういう感じで打つんだって。わかんない。で、バットはどこで持ってるんだっていう。うん。手だろうつって。何で持つの？足で持つのか、ね、手で持ってるだろうつ、うんね、それで手はどこっつって腕の一部だろうつ、うん、だからバットをね、腕の延長で自由自在に扱えるように手を使いなさいっていうふうに言われた。だから高いやつはこうしてこうだろ、こうだろ、こうだろ、こうだろう、うまいことやるんだわ、あの人は。も俺も3年教わったらね、同じこと聞いたよ。それで、胴体っていうのは、体の一部だから、うん、回そうと思ったら腰はすぐ回る、うん、そうすると手が遅れて出てこないです、うん。だから、目の前に手を出しなさい、手を先に出しなさい、うんうん、そこからでも腰は回って、うん、来るからね、うんうん、遅くないから、うん、理解できないじゃん、彼が。そんな山さん修道寺の名人って言ったけど、俺は2年半ぐらい分かんなかったもん。あ、俺5年かかった。あ、そう、うん、俺意外と1回左ピッチャーのボールをインサイド来てこういうバッティング腰回してこういうバッティングしたらボールがフェードしてきた、うん、ボールがあるでしょ、でこう流れるやつが怖いって言ったの、うん、あ、これを言うんだなと思った。で、ライト側に行くやつはフックかけるとか、ね、そう。あれは それを散々練習したよ、俺も。あれ、俺ね、ライト側フックかけるっていうのはね、キューバのバッター、うん、キューバのバッターの理論を聞いたら、そう、流すんじゃない、うん、ヒットをこう立てるんだよね。そう。ああ、そうか、そんなことで、はい、聞きました、できましたっていうわけにいかないわけよ。でも練習ではできた。練習できたら本番 OK や。本番になるとやっぱり自分の我が出ちゃうから、バッティングの。まあ、そうだね、うん。だけど一つ覚えたら落ちなんか、あ、これだと思ったら、ずっと脳裏に忘れないでしょ。だいたい頭の中に叩き込んで体で覚えさせていくタイプだったからね、うん、もう書き物とかとは一切ダメだったから、うん、だから俺は落合みたいなね、こういうバッターはね出てこないかなと思ってるんだけど出てこないんだよな、そういうあれ。本当に俺見ててね、自然体、本当に力がどこに入ってんのっていうぐらいのね構え方してるじゃない。オチは小学校とかそういうところ野球教室行ったことある？ない。ない？息子教えたことあるだろ？息子教えたことない。
あ、言ってた。教えてもらったことないです。田口さんも教えたことある？いや、俺もない。ただね、野球教室があったんだよ、小学校。うん、でその時に、バットはどこで持つ？どこが一番いいと思う？って俺言った時に、君たちね、今日学校行く時に雨降ってるだろ？雨降ってたら傘どうやって差す？ここか？ここか？ここです。ここや。ここが一番いいんだ。あと左手をつけりゃいいんだ。それで、校長先生が朝礼している時に君たち休めって言われるだろ？構える時はどこの歩幅だ？広くないでしょ？肩幅でしょ？それが一番後ろ手を組んで立っているのが一番楽じゃないの？そうしてバッティングフォームっていうものは出来上がるんだよっていうのを教えたことある。何でも自然だ。うん。どっちないの？俺は子供の野球教室で一切行かない。なんで？なんだこれが。行くと俺らプロでしょ、うん、プロの人が喋ったら残された監督の言うこと誰も聞かなくなるっていうのがあるで、一日だけの仕事じゃないですか。あ、ね、だからそう、俺ね、それ感じてね、その監督ともね、そういう喋る前によく説明はしてたけどね、うん、であるピッチャーの、人がね、小学生教えてたの、聞いてたの、お前なんでこんなことできないんだよって泣いて帰っちゃった。だからできないから聞いてるんだよってね。それはないだろうって、できないからみんな聞いてるのに、なんでできないんだお前って言ったら、うわーって泣いて帰っちゃった。ダメなんですよって、ちっちゃい子にそんなこと言って。要は大人が見てるでしょ、うん、親御さんが、うん、でうまい子を中心に教えるじゃない、うん、そうそうそう、ね、うん、そうすると後で親かうちの子には何にもしてくれないっていうふうに言われるから全員に同じようにボールを取らせて投げさせたっていう、うん、で、はい、そうすると親が満足して帰るっていうのが一番いいだろうっていうことでね、うん、親は見てんだよ。そう、あの子には5球やったけど、うちの子には2球しかやってこなかったとかね、こと細かに覚えてるんだ。俺さ、いや、例えば外野10人ぐらいいるじゃない、一番下手くそがいたんだよ、うん、A 君ちょっと来い、外野のボールはなこうやって飛んだよって教えたんだよ、みんなよく見とけよ、下手くそだ、時計をね外したんよ。でね、これお前100万円の時計だ、嘘ついて。100万円の時計なんだから、お前。な、俺掘るから、お前絶対落とすなよって言ったんよ。で、掘ったんだよ。安い時計だけどさ。そしたら目こんな開けてさ、こうやって取ったんよ。これなんだよ、お前って言った集中力で、取ろうという気持ちは取れるだろうって言って、笑って帰りました。人間、おだてたら何でもない。ちっちゃい時に、やっぱり、一郎じゃないけどさ、お父さんと一緒にキャッチボールやってバッティングセンター行って、お父さんが練習終わったら足を揉んでやったとかね、マンツーマンでやんなきゃダメだ。で、そんな余裕ない、時間ない。現役やってれば。ああ、現役はね。あ、そりゃそうだ、うん。だからアメリカの野球は2世、3世っていうのは結構いるけどね、日本ってあんまりいないもんね。ああ、日本は親父超えるやついないじゃん、あんまり。いないね。アメリカはたくさんいるじゃん、そうそう、親父超えるやつ、うん、やっぱりそういう教え方っていうかな、